兄弟、お前が組を抜けると言ったってクゼの野郎がそれを許すとは限らねえ。何が起きてもおかしくない。覚悟を決めておくんだ。大丈夫だ、行こう。分かった、乗れよ。今まで育ててもらった恩とは別の話だ。今さら善人ぶんなよ。あんたもヤクザなんだろう。だったら俺らがヤクザになるのを止める資格なんてねえじゃねえか。キリュウ、俺たちはずっとあんたの背中を見て育ったんだ。いい車乗って、肩で風切って、周りの人間に頭下げられて、そういう人間になりてえって。俺たちがそう思っちゃいけねえのかよ。上がりの人間は夢を見ることも許されねってるんだ。なあ、今お前何考えてた？何も、ぼーっとしてただけだ。おらよ、いつだったかおやっさんに殴られていた時のことを思い出してた。俺たちがこの道に入る前の晩だったよな、確か。てっきりお前も同じことを思い出してるもんだと思ってたよ。やっぱりおめえにはかなわねえな、兄弟。見慣れたはずの事務所が今日はやけに不気味に見えるな。お疲れ様っす。親父は、堂島組長は事務所にいるか？ええ、いらしてます。ここで降りんのは俺一人だ。え？組長に伝えてくれ、桐生一馬が杯を返しに来たってな。桐生さん、本気っすか？ああ。すまなかったな錦、お前はもう行ってくれ。本当にやるんだな桐生。組長に話をつける。死ぬと決まったわけじゃねえ。せいぜい器用にやってみるさ。お前にそんな真似ができるのかよ、バカ野郎が。またな、兄弟。
組を抜けてってことでいいんだな、金。はい、組長に破門のお願いに上がりました。お取り次ぎ願います、クゼの兄貴。ああ残念だったな。土曜の8時じゃダメだ。親父のお気に入りのテレビの時間なんでな。話だったら代わりに俺が聞いてやる。てめえ縁故も詰めてねえじゃねえか。手ぶらで組抜けの挨拶とはな。てめえ極道舐めてんのか。ああ、あんたと話に来たわけじゃねえ。組長はどこにいるんだ。今現場で組仕切ってんのはこの俺だ。口の聞き方には気をつけろよ。ああ詰めねえわ。金も持ってこねえ。挨拶だけで組抜けさせてくださいってか。お、おれ学生気分で敷居またげろと。極道の世界甘くねえぞこら。今なら全部水に流してやる。風間の頭から彼の一粒の情報を聞き出せ。もうそれしかお前に生きる道はねえんだからよ。組長に会わせてもらえませんか。ほら破門してもらいに来たんす。答えはノーってことか。そうかよ。じゃあもういいわ。てめえは使い物にならねえってことだな。お前には俺のそばについてのし上がるチャンスがあった。そいつを蹴らなきゃ死なずに済んだのに。あ、米田。はい。消し方考えろ。地味ですけど山ん中で生き埋めが一番かと。薬品でドロドロにして流すってのもありですが。ああ、死体は残せよ。後々こいつの死体が見つかった方がいいんだ。堂島組は身内のしつけには厳しいって方が本家でも評判も上がるってもんよ。うん。兄貴分だと。俺はもうこの組の人間じゃねえ。あんたさっきそう言ったはずだ。かかってくんのはあんたらの勝手だが、こっちも遠慮なく手出させてもらう。
クゼの兄貴。こいつは俺がやらしてもらいます。任せる、好きにしろよ。待て、あんたにはまだ話がある。俺にはねえ。どうせお前はここで死ぬんだ。もし生きて俺のとこまで来られたら話ぐらい聞いてやる。なら首洗って待ってろ。覚悟はいいな。いつでもいいぜ。
Yeah!
派手な短歌切るだけあってなかなかやるな。おめえさんも風間の頭もいいガキをスカウトしたもんだ。俺がまだボクシングやってた頃におめえと会ってたらプロモーターになりたいぐらいだ。クゼ、口が利かなくなる前に吐け。殻の一粒の真犯人は誰なんだ。どこに隠してる。ガキが調子に乗りやがって。下にいた役立たずどものせいで勘違いさせてまったらしいが、堂島を甘く見るなよ、キリ。お前はもうこの手で直接やらねえと気が済まねえ。いつまで脳がきたるてんだ。さっさとかかってこい。ああ、かかってこねえならこっちから行くぜ。
も知る。怠慢張ってたんじゃねえのか、クズ。堂島の若頭補佐ともあろうもんが、みっともねえ恥さらしやがる。風間の器にはほど遠いな。でも親父、その頭が拾ってきたガキがこいつです。桐生一馬です。お前、取り立てで相手ぶっ殺しちまったそうだな。バカな真似しやがって。そのことで組長にお願いに上がりました。俺は誓って殺しはやってません。ですが疑いがかかってる以上、組に迷惑をかけられません。だから俺を破門にしてください。虫のいいこと言ってんじゃねえぞ、バカ野郎。おやじ、こいつは俺がきっちりけじめつけます。これ以上おやじに迷惑かけませんから。お前、片毛に手かけんのか。桐生はお前の裁量で組抜けさせたんじゃなかったのか。そんなこと、いや、俺はしてません。親父に向かって嘘はよくねえな、兄弟。合わぬわ。俺もはっきり聞きました。桐生はもう組を抜けた人間だ。それを殺すのに親父の許しはいらない、そう言ってましたよね、クズの兄貴。てめえら、クズ、これ以上無様さらす気か。さあ兄弟、久世玄能会の人間なら作法は知っていますよね。兄貴の好きなけじめです。男、見せてください。うちの若頭補佐が一度口にしたことだ。桐生一馬、今日限り堂島組を破門とする。堂島組長。
ありがとうございます。キリュウ、ここまで苦労して組を抜けたかった理由は何なんだ。俺と風間のおやっさんの身の潔白を明らかにするためです。今回の一件、俺は殺しをやってません。風間のおやっさんも全く関わりありません。ですが、あの一つもで俺が金を取り立てた男が死に、組に迷惑かけちまったのは事実です。俺は組抜けて責任取らせてもらいます。ですから、どうか風間の親父のことだけは。さあ、飯でも食うか。はい。堂島組長、お前が組抜けて取れる責任ってのは何だ。それは絶対に俺が、あの一粒で男を殺した犯人を捕まえます。それで俺と風間のおやっさんの身の潔白を。そうか、その必要はない。でも犯人は。犯人？そんなのはサツが勝手に探す。お前はもう仇だ。それじゃけじめがつきません。けじめ？だからてめえは仇だろうが。今さらごちゃごちゃうるせえんだ。お前は自分の不手際があると認めるところはあるんだろう。はい。少なくとも自分があの場所で追い込みかけなければ、ひょっとしたらこんなことには。だから波紋を申し出た。そうです。安心しろ、けじめならきっちり取ってもらうさ。え、風間が拾ってきたガキ、キリュウ、お前の不手際であの土地に手が出しづらくなっちまった。その責任は風間に取ってもらう。お前もさっきまで極道だったんだ。この理屈はわかるだろう。堂島組長、極道は一度身引いたらしまいだ。お前は仇として幸せになる道でも探すんだな。どうすればいいんだ。じゃあ俺はどうすればいいんだ。立てますか。このままだと風邪をひいてしまいますよ。私は立花と申します。立花、あなたが今置かれている状況は全て承知しています。私はあなたと会うこの時をずっと前から待っていたんです。少しだけ話聞いていただけませんか。桐生一馬さん、
食事まだ済んでませんよね。よかったらいかがです？悪いが空気にはなれねえ。あんたが誰かを聞くまではな。私に危険はありませんよ、桐生さん。くつろいでください。俺の服はだいぶ汚れていましたのでクリーニングさせています。すぐにお返ししますよ。立花さんだったな。ええ、ご安心ください。私は堅気の人間です。神室町で不動産屋を営んでいます。不動産屋？それが俺に何の用だ。料理本当に食べないんですか？右手は義手です。不作法なのはご容赦を。数年前に失ってから寒くなると痛みます。不思議なものでないはずの指先までうずいて鎮痛剤も効きません。四六時中痛みを我慢するだけです。でも痛みを顔に出すのは面倒なんでやめました。そんなことは聞いてねえ。桐生さんは登場過剰という言葉を知ってますか？登場過剰。いくつもの花が集まって大きな一つの花になっているものをそう言います。実はあなたもよくご存知のある花もその登場果樹でしてね。何の話をしてる？ひまわりですよ。ひまわりのあの大きな花はたくさんの小さな花の集まりなんです。子供が集まる養護施設につけるにはいい名前です。風間さんがひまわりと名付けたんですか？あんたは一体？あなたはひまわりで錦山さんと兄弟同然に育った。もう一人、沢村由美さんというお嬢様です。やがてあなたと錦山さんは親と慕う風間さんを追って極道の世界に入った。そして今は殺人の濡れ衣を着せられ、その影響で風間さんも波紋の危機にある。もういい。あんたが俺を調べたってのはよく分かった。大した情報源を持ってるらしい。だがなんで俺を調べた？あんたの目的は何なんだ？今神室町の不動産屋が欲しがるものといえば一つしかありません。殻の一粒に決まっているじゃないですか。また殻の一粒か。私と手を組んでいただけませんか、桐生さん。堂島組の若頭補佐たちが殻の一粒を手にすれば風間さんは波紋を免れません。ですが私があの土地を手に入れれば風間さんを守ることができます。それにあなたの縫い衣も晴らさなければ神室町における我が社の情報網はちょっとしたものです。私と手を組めばきっと真犯人を追えます。なんでそこまでして俺を引き入れようとする？あんたの本当の目的は何なんだ？俺の服を返してくれ、立花さん。私の申し入れを拒むと？あんたの話は俺にとって都合が良すぎる。この町じゃそういう時ほど用心しなきゃなんねえ。生き残るためにはな。なるほど、少し甘く見ていたようですね。でもいつか考え直してくださると信じています。せめてこの名刺だけはお持ちいただけますか？ああ、わかった。
はすぐに持ってこさせます。では私はこれで。大丈夫だったのか？おい、マジかよ。よく殺されなかったな。なんとも。だがこれで俺はきっちり堂島組を破門になった。そうか。それじゃあおやっさんももう大丈夫ってことか？おやっさんのことはまだ。俺の濡れ衣が晴れねえ限り堂島組はおやっさんに責任かぶせる気で。なんでだよ。お前がもう組を抜けたってのにか。ああ、ただそれでも一歩前進だ。堂島の大門が外れた以上こっから好きにやらせてもらう。クゼを捕まえて真犯人の居所を吐かせてやる。そうだな。分かった。それじゃあとりあえず柏木さんにも伝えねえと。行こうぜ。いや、俺は登場会から破門された人間だ。もう風間組の事務所には入れない。柏木さんにはお前から伝えてくれ。俺何言ってんだよ、水くせえな。いいから来いって。せめてものけじめだ、錦。きっちり筋は通す。筋って？お前は何も悪いことしてねえのによ。だったらお前この後アパート帰るだろ。俺もすぐ行くから、詳しい話はそこで聞かせてくれ。分かった。じゃあ後でな。
いらっしゃいませ。本物のダンスを見せてやるぜ。
おい。え？いや。止まってんじゃねえぞ。勘弁してくだされそりゃないだろ。よろしく。金ならあるって。あの子かわいいな。お前ふざけんなよ。電話するよ。付き合いとかあるじゃん。
今何してんの？よかったじゃん。メルマン教えて。なんだね君は。ご紹介をか。人間じゃねえよあんた。兄さん焦げるじゃないですか。Thank you.
おい。何？
っと
く。
殴らないで。すみませんでした。そこは適当に合わせといてさ。ねえ、さっきポケベルに着信来たんだけどさ。ねえ、なんていうんだ。私が好きでいる。最近に行かないよ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。Thank you.
らっしゃいませ。ありがとうございました。
が行くよりうちがいいですよ。ねえ、どうです、どうですか、今日は遊んで帰りませんか。おお、何？ああ。ん？はあ。ああ？
Oh.